動も増えてきたのかなソロになってて思うんですけども、うん、まあ、恋愛もあるに解禁されましたけど、はい、そうなんです。どうですか。いや本当になんかびっくりするぐらい何もないんですけど、恋愛に関してはなんか自分が結構卒業してからいろいろなんか次のお仕事の準備だったりとかいろんなことに追われて結構いっぱいいっぱいで恋愛する余裕が全く今はなくて、まあ、余裕が出てきたらそういうこともしていきたいなと思いますけど今は結構いっぱいいっぱいですね。あのマジ、はい、卒業したなっていう実感とかありますか。実感ですか。やっぱりあの AKB でずっと11年間やっててグループ自体もすごい大人数ですし周りにスタッフさんもたくさんいらっしゃってやっぱ常にたくさんの人たちの中で過ごすっていうのが当たり前だったのでやっぱり卒業して個人の活動になってやっぱなんかたくさんの人と触れ合うっていう機会がなくなったのですごいなんか寂しい時間が多くなったというかなんかそういう時にあ卒業したんだなってすごい実感しますね。